堀内伝えは、山梨県出身の南米移民者である、南米太郎というあだ名でも呼ばれた。実刑は、富士見信鉄道、富士山陸電気鉄道の創業者で、衆議院議員も務めた、堀内良平である。南アメリカでの生活について書き留めたものをまとめた、移行集、聖母下半の16年は、童話作家の坪田常治の作品、ペルーの話、 ベニー川のほとりの着想のもとになった。1880年6月18日、山梨県東八代郡の、後の黒駒村に、堀内東衛門の4、男として生まれる。幼くして、母が亡くなり、母方の祖母の手で養育される。1892年、高等小学校卒業後に、兄たちと共に上京して、日本中学校へ進学した。卒業後、 軍人を志し、海軍兵学校と陸軍士官学校を受験するが、共に不合格となった。その後、外国語学校で英語を学び、貿易の仕事をするため、アメリカへの渡航を画策した。しかし、1903年大阪で開かれた第5回、内国官僚博覧会を契機に、長京の堀内良平が経営する、甲府武道主会社の大阪支所での業務に従事した。 堀内伝えに対して1903年の商務省が発した事例1903年、岩国藩士族で台湾総督府郵便部長を経てペルーへの日本人移民を事業として行っていた田中定吉は第二次ペルー移民を計画していた。また当時、南アメリカのアマゾン地帯では自動車用タイヤの普及による世界的なゴム需要の高まりを受けて、 天然ゴムの採取で活況を停止する状況であった。このため田中は日本人移民をアマゾンのゴム採取に送り込むことを目論み、広、開発会社を組織した。この会社には長兄の堀内良平が出資した。かねてより海外での仕事を望んでいた堀内伝えは、この田中の移民事業に参画することになった。ペルート港にあたり、 農商務省からペルーでの天然ゴム生産に関する調査を食卓する目的の食卓調査員という身分が与えられた。1903年の秋、横浜港からペルーへ向かった。しかしペルー到着後間もなく、腹膜炎で入院と療養を強いられた。1905年、日本に帰国中であった田中定吉が死去すると、堀内伝へがインカゴム会社の責任者となり、 移民団の監督一切を引き受けることになった堀内伝えへは、ゴムの採取、コカの栽培、石油掘作等を試みた。また兄の堀内良平を通じて、日本の財界人に出資を求めた。堀内良平は、この件を、三井の早川千吉郎に相談したところ、一度、帰国して、詳細を報告してから決めた方が良いと答えた。 兄の堀内良平からの手紙を受け取った、堀内伝えへは一時帰国を決め、ペルーのリマへ向かった。しかし、そこで堀内伝えを頼って、アマゾンへと向かっていた山梨県の親族知人と出会った。堀内伝えへは日本への帰国を諦め、親戚一同と再びアマゾンへ戻った。インカゴム会社は、アマゾンのゴム景気により業績は上がった。この頃の堀内伝えへは、 リベラルタや、ルレナパケなど、アマゾン流域を精力的に調査し、記録を残している。さらに、日本人移民のアマゾン入植を進めるために、日本外務省に申請を行った。しかし、第一次世界大戦回戦により、アマゾン産のゴム価格が急落した。インカゴム会社もゴム採取事業を停止に追い込まれた。ゴム採取に従事していた、日系移民も、職を失うことになった。 困窮した日系移民に対して、堀内は彼らの救済に尽力したと伝わっている。1917年、堀内は従者1名と伴いにボリビアへ入った。同年の春頃にラパス県のサンホセという集落に落ち着き、ここの有力者の娘と結婚した。この地に新たな日本人入植地を開き、アマゾンで苦境にあった日本人移民を受け入れる目論みであった。 しかし、開墾作業の時に六膜を痛めた。その後、六膜炎を発症してこれが元で死亡した。不法は、ペルーに滞在していた、堀内伝えへのいとこから、堀内良平に伝えられた。1918年1月18日のことであった。実刑は、富士急行グループの創業者である、堀内良平である。堀内良平の業績を検証した本である。 富士を開くによると、堀内家は、甲斐、源氏の祖である、源の清光にまで遡ると、清光の子、泉光長の警符が堀内を名乗るようになったと、している。また道著には、鎌倉紀の1282年、病を得て、当時に向かうため身延山を降りた日蓮が、堀内家に立ち寄ったとの記載もある。ウィキメディアコモ Commons には、堀内伝えに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。